はい、ただいまということで、戻ってまいりました。残すとこあと2カードということでね、盛り上げていきたいと思います。じゃあ11カード目、プレイヤーの2人入ってきてください。お願いします。はい、ということで、坂本サガット対ピロシーホンダということで、今日ホンダ使い全員負けてますけどね、ちょっとプレッシャーかけていくスタイルでいきたいと思います。まあ、お名前と、意気込みの方、ちょっと聞かせてください。そうですね、ホンダ使いのピロシと申します。そうですね、松田さんおっしゃられるようにここまでちょっとホンダ使い2人負けてて、あとはその相手だった去年の優勝した時のチームメイト2人が勝ってるんで、ちょっとぜひ勝ちたいなと思ってます。ホンダサガットってちょっと4-4とか言われてる、ちょっと難しいかなというカードなんですけど、4-4はなんか諸説なみたいなんですけど、なんかまあ真面目にしっかり攻略してきたので、よかったら応援してください。お願いします。坂本です。まさかこんな大舞台に呼んでもらいただけるなんてちょっと思ってもいなかったんで、まあ今日は本気で頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ準備お願いします。それでは準備の方をよろしくお願いします。この試合の、解説は、吉尾中野ペアにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、吉尾です。よろしくお願いします。です。吉尾さんは、まあ、サブキャラでサガットを使うと、はい、で、ホンダ有利であると主張している。間違いないですね。で、僕はホンダを使うんですね。はい、それでサガット有利だと主張してるんですね。そうなんですよ。これなんですね。あとね、一つ言いたいことはね、まあ、サガットホンダ44っていう、これ多分私が言い始めたことだと思うんですけど、うん、こんなに広まると思わなかったです。僕はサガット 6.5 ぐらいだと思ってるけどね。なんでこんな、やべやべ、昔ちょっと冗談マジで言ったことがこんな大事になっちゃったみたいな、ね、ほんとね。はい、弾持っててホンダに不利って恥ずかしくないのっていう。弾がそんなに機能しねえじゃねえかっていう。上タイガーが強い。さあ行きましょうか。スペシャル FT10 ラウンド4第11カード、それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、どういう戦略になるかっていうのがね、ちょっとまあ画面 見ながらやってみましょうか。はい、まあ、しかしね、しかも我々こう事前にかなりやってますからね。はい、よく見ません。さあ、この上タイガーは、おお、早くね。はい、はい、はい。さあ、もうこれは、ま、この絵面はホンダ有利に見える絵面だ。まずいぞ。さあ、ピヨットの異様に早かったと思う。早かったですね。さあ、開幕は前ジャンプした、前ジャンプしたところにジャックハリテが引っかかる。さあ、この上タイガーは基本的にやることがない。さあ、さあ、あまり下タイガーをまず大手席で抜けるということでこだわってないですね。そうですね、今の対空うまいぞ、うん、こだわってないです。なのでむしろ飛び道具連発済んだら出際に行ったるという感じですね。さあ、これはサガットの間合い、うん、間合いですよ。しかも今前ジャンプ前歩き見て飛ぶといううまい前飛びでした。ゼロドットはどうすんの。どこれ素直に打ってきた。さあ、取ったピロシ、これは大きい。これ1先行できたのがでかいですね。気持ちの上でね、しかもでかいですよね。今結構頭突き打ったんで、上タイガーの後の即頭突きが機能したね、うん、めちゃくちゃ当たりましたよ。あれ当たるんですよ、うん、だからね、サガット側はそもそも下タイガー頭突きに抜けられます。上タイガー打ってもしゃがんで破られて、そのあと張り手もあるんですよ。張り手もあって頭突きもあるんで、まあでも垂直ジャンプしちゃえばいいんだけどね、うん。いや、またまず弾そんな連打できねえぞっていうのがまず第一弾なんで。そうですね、うん、ただサガットのこのジャンプ低くて鋭くて速い、これがね、ホンダ側には厄介なんですね、うん。さあ、出際引っかかって、さあ、これは慎重にお互い動きたい。気まずいポイント、上タイガー近づいて下タイガー、払い蹴りに変えたのはかなり良かったですが、うん。さあ、これぐらいの距離になるとね、だいぶサガット安心ですよ、うん。さあ、弾打ちが要求されるか、垂直でもいい、なんなら弾打たなくてもいい。
さあドスコイ、でもこれはまだね強気に打ってますね、置き攻め打てないんで、あのしゃがみショーパンも非常に強いです。しゃがみショーパンが非常に強いのと X サガットの下タイガーの判定が非常に弱いのの噛み合ってすごいことになる。さあこれはおもむろ頭突きから打つね、下タイガー、これはうまくキックで相手取っていきました。さあこれはうまく取り返したぞ、ホンダが前ジャンプした後の、うん、ガードでいいんで技を当てるのが重要ですね。確かに確かに、こんなに速い技がないので、うん、はい、ほぼ確定ガードになりますね。前ジャンプした後はためもない、まあ、そもそも第二次バレーがほぼかなりいい体育になりますね。強いですね、うん、長くて、さあこれはうまいぞ、あの垂直結構な、これはどっちにしたらいいのかなこれはね、攻めすぎると垂直ジャンプとか前ジャンプで逆転される可能性があるので、うん、もう慎重に、じゃあ払い蹴りでよかったですね、うん、あれ止まれたら大キック一発分だけですからね、はい、うん、慎重にいきますね。さあ見てからうまく抜けました。おコパン連打に嫌がって上タイガーさあ強気に打っていく、ここはサガットの前だぞ。さあうまい、上タイガー抜けてすぐ張り手、あれがね次のタイガーを潰すんですよね。そう、あれができればうまい、前ジャンプ読んでいる。さあこれはクライ大使、これ確定しました、はい、危ない危ない危ない、あれはホンダ側が張り手を止めなければ確定しないですね、はい、さあ分かんなくなってきた、あ今のモーニングソーを出したかったなと思うんですが、ちょっとコマンド読みを失敗してましたかね、はい、うん、さあ開幕ダイパンはいろいろ潰せる選択肢。さあ玉打ち、ホンダが前に歩いたのを見てから球を打てば比較的安全、比較的ね、はい、前、それ用に前歩き前ジャンプしかね、もうできないんで、あと一応垂直もちょっとあるんです、はい、うん、さあこれは垂直でこも、わーっとどうする、読み合いだ、さあどっち、遅らせずつき、遅らせずつき、これは抜けて大足確定。さあ前飛び強いんですよね、強いですね、これはちょっとピロシ追い込まれた、どうすこい、さあ坂本サガットは安全策、安全な上タイガー、まあ今のはとりあえず上打っとけいいやと、はい、いうところでしたね。うん、この張り手で突っ込んでくるところにカウンターでサガットが前に飛んでるとこんなが死ぬんですよね。あれでもフルコンボ相当入んないよ、いや楽だよ、簡単簡単いやいや、そうそう入んない、簡単簡単、しかもあれ張り手延長したらさ相打ちになっちゃうじゃん、いや打たせればいいだけだからほんとほんと、俺一回も入ったことないもんあ、うまい、さあ、サガットの前ジャンプためがないと返しづらいんですが、広志本田しっかり対策をしてきたので、うん、立ち中キックで対空してますね。さあ、あの立ち中キックが見つかったことによってダイヤが多少マシになった多少マシ、はい、あれね、だからためない状態も対空できるんですね。そうですね、だからためなかったらサガット前飛びでいいジャン説が若干破れたっていう、あー食らったでかい、ただねちょっとミスると上がっちゃうんでそれは確かにちょっと難しいです。そう、うん、これはしっかり止めた、おもむろにいい球打ちしてますよ。あバカ出るよ、これは素晴らしい、今ちゃんとしゃがみ引きつきましたね。おーすいません、頭突き、さあガードするしかない、球打ちが厳しい、あーここうまく待ちました、上タイガーで飛ばせた、うん、形、さあこれは開幕はあー頭突き当たる、これだいぶ下がったのペースになってくる。さあでも体力リードしてるからまだまだ OK、 見守って、ここで一歩動かないのうまいな、確かに。さあここで置き攻めいけない、いけないんですよね、アタカードはきついですね。さあ体力が気づけばじりじりと奪われている、コパンどこで当たってんのよさあ上タイガー下もたまに打つ、うおー、あー大張り手、うわー、なんで勝利出しちゃった今あれね、アパカ潰すときやるのよ。あ、そういうこと、そう、さあ3連敗しているヒロシ、開幕は飛んだ、さ
さあ画面端もう一丁出して、これは坂本サガット、さすがにガード。さあこれはダメージだいぶ取った。ここから体力リードして何回ピヨってる。さあこれ体力リードするとああいう戦い方ができるんでいいんですけど、お互い、お危ない、ガード冷静。これはかなりホンダのいい戦い方ができそうな体力差だ。坂本サガットはここからどう取り戻していくのか。歩きタイガーショットが、歩きタイガーショットにかくしかないって感じですね。いいですね、これやっとサガットが相当きつい。さあコッパン第一でいいのか、大丈夫か。さあこれはしっかり守りきった。序盤の体力リードを生かして攻めさせてカウンター。歩きしたタイガー安定だと思うねっていう意味でね、そう打ち切ったということで、うん、歩きしたタイガーでも本当に抜けづらいね。さあさあ開幕は歩きダイヤシからお抜けるドンチャ、打ってきましたですよ。さあ攻め立てるピロシまた当たる。弱頭突きが全部H以上、おお、うまく避けた。垂直もね、10日目で難しいんだよね。はい、さあおー、立ち中継、中継、そして立ち中継で対空して頭突きを重ねるか重ねないかの2択。お、うまい上たいがおー、いい、お互いいいですね。さあ我慢、我慢しているが、おー、太鼓対空はうまいぞ。タイガーもうまいな。さあ画面端に追い込まれるとマジできついです、うん、あ、きつい、きつい、きつい、これは前に歩いてあれがうまい、これは削りけない。あの画面端に到達すると本当にタイガーショット抜けれなくなるんで、おー、遠目、あのね、垂直ジャンプ本当に強い。本当に強いです。明日使える動きなんであれやってみ明日やってみてください。ホンダサガット明日皆さんやることがあるとしたら垂直ジャンプ台形おすすめです。ヒロシもね結構落とし方知ってるんですよね。そう、うん、なんだけどね、あんまやってこないんでリスクがね、うん、かなり今うまいぞ。しかし体力差が開いている。大一郎からこういうとこ難しいんだよね。どっちだ、ガード、ガードした、まだ足りない、ちょっとリード、おお、スコーヒー先に打った。もう怖いとこだったよね、いろいろ垂直ジャンプもあるいろんな選択肢ちらつく中で強気に頭突き、あの高め中継ね、高めジャンプ中継ね、うん、下がったが背高すぎてアッパカ出す前にガードしちゃうんだよね。それですげえあるんですよ、あれだからちゃんとしゃがみ待ちしないといけないんですけど、おお、あとアッパカ潰し、アッパカ潰した。うわーっと、これはまあ勝負のね上ですよ。頭突き打つ、おっと、ちゃんリバサダヤシ、まあ街、うん、をね選択したときにねお、中継対空、よく見た、よく見たが、さあリードした後の一瞬待った、うまい、おー、ゆちゃん、あそこのアパが練習したと思うんですけどね、出ないのよね、上タイガーの後、うん、さあおお、出しっぱにして、出しっぱにした、でもあれは飛び押されるときついと。お、あのね、ミラスさんのその本頭突き当てた後の中張り手小張り手っていう連携結構ねいいっていう、あ、はいはいはい、なるほどね、あれでアパカがちょうど、そうそう、カス当たりになる間合いになるんだよねっていうのを練習した、うん、おー、頭突き、頭突き当たるね、あ、これは強気のダヤシ、ダヤシは強気だな今。さあタイガーモード、さあガードしてしまったが、あらー、アパカを出していく、なんならスパコンもある。あ、お、しっかりね、打ちでね、あ、打ち、危ない、危ないが、くぐった、くぐった、お、それ頭突き、頭突き当たる、うわ、頭突き当たる、出しっぱ、俺も出すぜ、危ない、あ、投げる、投げる、まあまあ、しゃがみはない、あ、しゃがみショーパンチと張り手、さあこれはあのしゃがみショーパンかね、ガンなんだよね、きついの、でもまあずらしてタイガーショット打てばいいだけだからね2回目のショーパンがあんだってさあ、お、やめたところにショータイガー、
わあ、対空できない。これは痛い。やっぱりアパカ出したいんですよ。愛知電機のアパカなんですよね。お、今の中継渋いぞ。中渋いですね。渋い渋い。着地アパカとかもね、あれは当たんないです。この垂直ジャンプがね強い。垂直も強いですよ。あれには立ち台キックを当てていきたいんですけど。ね、タイガー2位でもいいってことがね、この間分かった。危ない。だから3打入んないじゃん。透明だったからね。うん、あんま入んないっすよ。入る入る入る。打たせるんだ。わあ。どうする？これは難しい。ああ。ミスりましたね今ね。対空、うん。スパコンか頭突きかおそらく何かしたんだろうと思うんですが。さあ張り手やめない。やめない。これやめないも強いんだって。おお、ピョッタピョッタピョッタ、パンパンパンと。サガットにこの3段マジで入りやすいですね。確かに、うん、さあこれはうわー、おもむろ、おもむろ、ちょっとオーロで来た、下がっ出さないだからこれ相手なんですよね。上タイガーに入る、お前歩きタイガーショットと見せかけて前歩き前ジャンプさあ張り手の出がいい。お、中キック、中キック、今やる。上見てる。上タイガー打った後に、うん、張り手してくるからそこに前ジャンプするんだけど、それを誘って何もしてないんだよね。そういう読み合いが発生してます。あーっと引っかかる。引っかかる。弱タイガー。タイミングがずらしてくる。わかんない。上多めになる必然的に。ダイヤキック。ジェノサイド。4-4 です。 4-4 ですよ。さあかなりいいですね、お互いのいいとこ出てますよ、うん、開幕はどうするか。お、張り手張り手今何をしたんだろう、サガットが。しゃがみ大パンとか、しゃがみ大パン、しゃがみ大パンもかなりね、肝技なんですよね、本田戦は。おお、引っかからない。アパカースカシのしゃがみ強キック、今ほんとドンピシャでしたね、はい、張り手が出る瞬間ゾーンインだと結構下がるんですけどね、うん、さあおお当たんないさあ頭突きガードさせても別に何もないんだよなーっていううわー引っかかる、これはきつい、玉打ちがいい感じになってきた。画面端になると確かにさ、きついですね。画面端はね、弱下体が連打すると頭突きで抜けられても、あの下タイガーの残りカスが残ってて踏むんですよね。あとまあ画面端端とかで弱タイガー、下の弱タイガー打った後は、うん、アパカ間に合うと決まるんでかなり。ああ、はいはい、さあくぐった歩く、さあ歩いてしゃがんで、うわー体育するけど体力負けはしている、うわー引っかかる、やはり玉打ち、玉打ちがうまいぞ、いい玉打ちだ、いや抜けにくい、いやここ上来た、よく打ったね上、抜けにくい玉打ちですねこれは。やっぱり玉キャラなんだからさあ5-4だ、今5-4ですね。ここでまたしても坂本サガットが有利。さあ開幕はどうする、張り手だ、突っ込んでくる、あーっと中間距離お互い怖いのよね、怖いだよね、そうサガットの前ジャンプが怖い、ホンダサガットホンダが突っ込んでくるのが怖い、サガットお互い結構見合うことになります。おーっと飛び肉が今の頭突き警戒で待っていた、うん、おお、しゃがみチューパンは判定が強いんで、ね、本当にね出ちゃえばああいう感じになる。あー歩きアパカー、これは削れる、削りきんない。あのねサガットの歩きアパカ、うん、カスあたりだと反撃ない時あるのよ。なんだけどさ俺やっても全然当たんないんだけど反撃ないんですよねカスあたりさせると。で反撃しようと思って足払いすると、うん、対側に隠るんですよ。逆にねおしかし追い込まれた。お冷静冷静、ピロスさん冷静でしたよ今。しかし今の食らって台足偉いですね、はい、うん、炸裂食らって台足は
確定する場面があります、はいはい、さあこれはどうなる。この1本大きそうだ。あーっと、あの出際出際歩きながらうまいですね。おお、避けにくい。おお、いや、かなり坂本佐賀とこのいい球打ちになってきたぞ。球打ちが非常にうまいですね。やっぱりうまい。さあ、答えていった。あー、打ちになる、打ちになる、これ痛い。おっと、飛びがドンピシャで決まっている。じゃんけん。はい、ここでもう一回。今のは本田使いじゃないと裏にいるってわからないです。僕は、あ、裏だなって思ったんだけど、多分 90% ぐらい表で重なってると思ったんでダメでしたね。コインを入れてくれという今ジェスチャーが。ホンダ使ってるとね、うん、あの大一郎の後どっち行くか分かるんだよね。はいはい。使われてないとね、あれ裏いかんよね、うん、さあ、ゴブゴブだ。こっからだぞ。お、あれ、黙れ。おー、あと、ロケットはもう強いんだよね。さあ、画面端はこうなるんですよね。これでも威力勝ちはしてるからね。そう、でももう一回このパターンだからね、うん、さあ、おお、さあ、体育うまい。うーん、威力で勝った。威力で勝っている。ちょっとリードしたが、ここからが難しいぞ。下がった本田、頭突き打つ、おもむろ。あー、これは決め難しい。おもむろ、スピードすごい。あー、これは相打ち取っていく。さ、飛び道具より先に当たった。あのおもむろ頭突きをね、どうにかしたいね。相打ち、飛びに、これはスノーに行く。おお、すごい、見てから、しっかりね、見てから。筐体が筐体側はね、抜けれる連携なんで、うん、リスクが当然あります。お、頭突き、弱今日も重なってれば抜けられないですけど、抜けられない、重なってなければ。あ、いい対空だ。いや、じゃあ垂直ジャンプで今ちょっとずらしました、はい、これは素晴らしい動きですね。さあ、ピロシかなりいい動きで、かなりね、坂本さんの球打ち良、うん、くなってきたなっていうところだったんですけど、頭突き打つことで、そうですね、そう、あと結構見てからちゃんと決めたので、これがちょっと、それでちょっと、うん、打ってなってますね。気まずくなるよね、あそこでね。これもそうですね、しっかりしっかり見てから来ました。うわー、ダイヤスタイクできない。ダイヤスタイクが当たる。しっかりやっている。前ジャンプしたくなるところにタイク。さあ、どうすごい、おもむろ。おもむろに打つ。坂本サガットの行動を制限している。坂上ショーパン、もうあと0ドットの時は坂上ショーパン超強いですね、はい、超強い。あえて何でもない頭突きを打つっていうのがね、うん、サガットの行動を制限します。制限します。見てから打つ必要ないんです。見てから打ってもいいですね。打ってもいい、打たなくてもいい。打たなくてもいい。さあ、坂本サガットこの状況どう打破するのか。さあ、アパカも引っかからない。どうすごい、これは見てから相打ちで、ね、このダメージサード非常にきつい。さあ、これはどすごい、これはもう突き抜き、ね、バレてましたね。リバサと怪し重ねてきた。さっきのアッパーか回るよ。さあ、待っている。上田笑顔交えて、どすごい、やっぱり打つ。おもむろね。おもむろ。さあ、ちょっとサガットが息苦しくなってきた。いや、苦しくなってきましたね。あの、見てからやっぱりやられて、見てからじゃないのも来る。食らってちょっと後手に回ってます。そう、うまい、垂直で対空。さあ、垂直置くようになった。あの垂直ね、強いんですよ。強いですね。あの垂直が強い、強いんですよね。見栄えの関係か、坂本さんってあんまりあれやってなかったんですけど。さあ、一部の組み合わせでは、一部のプレイヤーなんですけど、本当に垂直打開しているサガットに対して永久にしゃがんで待ってる本田っていう、すごい、おっ、これは空対空。すごいひどい絵面になりますからね。そう、あの見栄えが良くないんだよ、見栄えがないジャンピングサガットは。そう、強いのに、非常に見栄えが良くない。さあ、おっ、大志冷静。上タイガーはね、やっぱジャンプしかないんで、うん、で一応ガードして、あの強ハリッド出すか出さないかっていうのは言ってきますね、はい、うん、さあ、下タイガー歩いたのを見てから丁寧に下タイガー。おお、垂直、垂直、あ、打ち取る。でもちょっと体力が足りない。おお、すごい、当たる。やめて。さあ、逆転した。きついぞ。さあ、ここは勇気の下タイガー、勇気の下タイガー。
垂直も交えて打つ、これは引っかからない。さあうまい、下体がうまい、あっと引っかからない。いや100巻で避けたらば良かったですけどね。良かったけど、はい、あれはもうね避ける術がない、うん、あとはさあさあ高め、高め、忘れた頃に高め、忘れた頃に高め、超強いだよ。しっかり突っ込みすぎない。あー垂直うまい。あー時が入る。これおっとーおっと超音波から張り手、中足アパカぐらいまでは今入る距離だったんですが、うん、さあピロシこのじっくり行くときとそのある程度適当に行っていいっていう、うまくバランスが取れてますね。いいですね、うん、さあさあクスモンド、ハルキング等々、ホンダ業界の有名人もね応援してますから、ホンダをホンダ今日負け取るからなさあさあいい球打ちになってきたぞ。球打ちはね、さっきから探すのは非常にうまいというか、あとちょい前歩きとかね、そのリズムをずらして打つっていうのが非常にうまいです。さあこれは飛びからタイガーもね、うん、2種類あるんで、2種類あって飛びから中足タイガー、飛びからタイガー、2択なんでね、ほぼ。さあ当たらない。さあピロシも負けてはいるが、これ慎重に相手を見ているぞ、うん、さあ来たですね、手繰りで近づいて下タイガー出させるって感じでしたね、はい、今のうまかったです。おっ、あ気まずい距離。さあリードした、結局入る。どうだ、ピロシ待ち、あああ待ち、話し大井町はどこへ行った。大井町がなかったのか大井町がなかったっぽい、どうせアッパカだろっつってガンガドでしたね、うん、ボタンを押さない。お引っかかって、これはいけない距離だ。ガードしてる、ちゃんと話し大井町、画面端きついのよ、これきついですねこれはもうきついさあ待ちの体勢、どうすこい、まあ、たまには出すよあっ、まあ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 、よし。おそう、あ今のはね、見てそう前に歩いて頭突きを誘発して誘発して垂直ジャンプ、垂直で、はい、一歩勝ちできるんですけど、その何もしない垂直に立ちショーパッチは結構相性いいです、はい、さあ、いいこのペースはいい、これはサガットのペースだ、この体力差はサガットのペースだぞ、守りきりたい。ピロシも何か狙っている、何かしないと。おわっ、いいとこ入った、いいと、うまい、大事。今のは青い蝶の前以外、わーシャーハミショーパー今食らってよくすぐ上出したね、今近距離の上体が強いんだよ ね、うん、ねリスクもあるんだけど、さあ垂直機能した、これよね、これよねあれは勝ちですよ。さあこれはいいペース、ガードしてる、まあまあ、なあ投げる、どうだ、おっと青い蝶です、ティオが見えてきた、頭突き、暴れない、飛んでいる、おーおーいピロシやるやんけ、今の上体がね、なんで俺打ったんやってなるんだけど、ね、あそこで前ジャンプ選択はね、かなり太いですよ、太かったね、うん、さあうまくいった、かなりウィナーコンディションだったんですけどね、あのねちょっと私はサガット使いです、私はサガット使いですけど、今ヒロシはリアル学校の後輩なので、さあちょっとそこは今嬉しく思いました。しかし球打ちは間違ってなかったと思う坂本サガット、どうすこい、やはり強気に打つ、小張り手に回す、大張り手、さあこの対空、対空うまい、うわー垂直機能、いやあのね、あの前ジャンプからねリズム取り戻したいんだけど、相、うん、打ちで終わるとね気まずいのよね。さあこれはいい、歩きたいがいい、非常にいい、歩きたいがうまい。さあこの中間が、あ投げたのはサガット、投げたのはサガット、中間距離の垂直ジャンプがね本来すごい強いのよね、うん、あれね、立ち台キック出せって結構きついよ、無理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 さあこれはアパカ間に合 う、 間に合う、これがサガットだ、打たせて落とす落とすあーこれ上タイガー、ペイントまでいきました、体力リードした後の上タイガーの強さが異常なんですよねホンダが取り返したい行動全てに勝てるんでさあ上、さあペースを取り戻していきたい。さあこれ相打ちになる、ちょっと美味しくないか、暴れる、アパカ打っていった、ダイヤスタイク、さあダイヤスタイク、さあいいリズムになってきた、これは無視、
あの無視が大事ですね。無視するのが大事なの、ね、何もないから。俺結構あれに頑張ろうとしたい。頑張っちゃダメ。頑張ろうとしたわ。体力リードしてるから、うん、これあとは算数の時間ですよ。大下行く、大下行く。さあここで一本なんとか取り戻した。96、まだまだあるぞ。しかしあれですね、我々の予想とはかなり地味な予想になるんじゃないかと思ってちょっと不安になったんですけど、いやかなりいい試合になってますね。いいですね。かなりいい試合です。さあここから開幕。あー、ゆういち坂口チューパーも強いんですよね。さあ突っ込んできたところに上タイガーぴったり。さあジャンプ交えるようになってきた。これきつい場合ですよ。まあ画面下さすがにきつい、きつい、これはきつい、上タイガーで相打ち以上。サガットがやりたいことができる間合い、ダイヤ下行く、ダイヤ下行く、これはかなり閉じ込めてる。今の下がりうまいですね。さあしかしこれは分からない。まだ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 サガット有利。トミー、わー、あーあー、よく見た、よく出しました。あのスローかかってたんで見やすかった今。いや本当は上タイガーって鬼武装合わせるの結構難しい、結構難しいからね、うん、今のスローはちょっとスローが効いたね。運も味方しましたね、うんうん、ヒットバックかかってる時にねタイガー打っちゃダメなんだよね、抜けやすいから。あら今一本勝ちした。たまにある、ああいうこともある。さあこれは裏から大丈夫です。おもむろ頭突きはねああいう風に返せるのが一番楽だね。あれを返さないといけないですよね、うん、うまい、ずらした、ずらした、ちょい下がり、今のちょい下がりうまい、かなりうまい。当たらない、うわー、これはまだ分からない、これはまだ分からない。どうすごい、怖い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 よ。シャバシャバ飛んでいる、頭突き確定、取った。はい、お疲れ様でした。第11戦終了しました。感想の方を聞いていきたいと思います。じゃあ坂本くんからお願いします。いや強かったっす。本当にちょっともう一回1から見つめ直したいと思います。ありがとうございました。あー、そうですね、とりあえず勝ててホッとしてます。ホンダ業界を守れたかなと、ね、はい、クスモンドさん今大阪からこっち向かっちゃってる。そうですね、クスモンドさんちょっと向かってるみたいなんで、とりあえずいい報告ができるなと思います。本当になんか練習してきたことをまだ全然本番でできねえなっていうのもあったんですけど、坂本さんもすごい強くて、本当練習付き合ってもらった中野勢のみんなと富士さんと松清さんありがとうございました。あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、はい、ということで第11戦まで終了しましたね。今8時半